シャンティングマシンの説明をさせていただきます。こちらはマントラボックスっていう名前なんですけれども、チャンティングマシンといって、この中にスピーカーと音源が入ってるんですけれども、スイッチを起動することでマントラが流れます。ここがボリューム兼スイッチのオンオフになってます。こういう感じでマントラが流れるんですけれども、横のボタンを押すと次の曲へ送ることができます。最後までボリュームのスイッチを回すとカチッと音が鳴り、スイッチがオフになります。こちらはイヤホンジャックと DC アダプターで電源供給も可能です。普段は単4電池2本で動いています。